フォークトーク。まずは、ゆきさんから演じているディアーヌの紹介をしてもらいたいと思います。お願いします。はい。私演じさせていただいているディアーヌちゃんはですね、はい、今多分皆さんが放送で見ているところだとちょっと寝顔だけが最後 C パートに出てくるような形になってるんでしょうかと思うんですけれども、はい、まあ、このディアーヌちゃん、あの7つの大罪のメンバーでして、はい、こうなんかこう、なんですかね、あの、背負っているシーンは、サーペントシーン。サーペントシーン。サーペントシーン。嫉妬の罪というわけでございます。はい。はい。まあね、嫉妬ってついてるんだけれども、はい、こう、なんですか、とても可愛らしい嫉妬の仕方をする。可愛いですよね。女の子でして、まあ、基本的にはもうエリザベスが可愛くてずるいっていう、はい、方向性で、ずっと、こう、女子にね、嫉妬しているという感じなんですけれども。はい。まあ、ディアンヌ実はですね、すごく可愛い一面ばっかりなんですが、巨人族の女の子でして。あ、そうなんですよね。そう、なんと。なんと。身長は9メーター以上。はい。4階建てぐらい。4階建てなんですよね。ビルの窓をね、4階の窓を見上げてもらえると、あ、ディアンヌだなと。思っていただけるんじゃないかと。はい。あとね、大好物は豚。丸焼きにするっつって喜んでますね、よく。ひどいことされる。回もありましたね。そうだね。いや、ぜひこの先を楽しみにしてもらいたい。はい、結構ね、やっぱ、現場でも、はい、アフレコ現場でもやっぱ、ホークはね、アイドルだから、はい、みんなね、ホークと絡みたくてしょうがない。本当ですか？キャラ同士でなかなかね、絡めるこうタイミングがなかったりすると、ホークと絡みたいなって思ってたから、あのシーンは私的にすごい嬉しかった。ので、これからもちょいちょいね、やっぱ、はい、ホークはツッコミにと見せかけていじられキャラっていうね、こう、たまらないポジションで、まあ、ディアンヌもちょいちょい食べ物としてつつき回している感じが。結構、ホークっていつもディアンヌに、うん、結構当たりがきついなってやってて思ってて。そうなの。すみません。いつも。でもさ、はい、ディアンヌ結構大きいけど、精神年齢が割と幼めだったりとかして。あ、そうですよね。なんか、精神年齢だけで言ったら、うん、ホークとディアンヌってちょっと近いよね。あ、そうですね。だから結構対等に言い合っちゃうみたいな。うんうん、感じですよね、幼稚園児同士の喧嘩みたいな感じになるイメージがあって、でもホークのがちょっとお兄さんで、はい、ツッコミとか割と鋭め、そうですね、なんでそんなこと言うのっていつも怒ってる感じで、はい、そんなねところがあって、まあまあまあ、まあ、多分皆さんの見ていただいてる放送だともうすぐ仲間になると思うので、ぜひ楽しみにしていてもらえたらなと思うんですけれども、あ、そうそう、でも、はい、実はね、ディアンヌね、超巨乳なんだって。お、そう、知ってた。あ、でもオープニングにも出てきますよ、ね、オープニングからやっぱ谷間気になってた。あ、やばい、この絡み方。原作もね。原作もね、うん、まあ原作でも谷間気になってた。もしかしてこの絡み方、誰もしてこなかったんじゃ。ゆきさん、はいはい、演じる際に意識したこととかありますか？やっぱこの体の大きさ感っていうんですかね、はい、っていうのはこうどのくらい意識すればいいのかっていうのは難しいなと思っていて、はい、でも例えば私巨乳のキャラをやるときなんかはちょっとなんですかね、いわゆるこう揺れ感みたいなものをこう意識して、うん、体挙、体の響きみたいなのとかも、はい、やっぱこうちょっと薄さとか変わってくるから、あ、そういう確かに意味で気にしてたけど、はい、やっぱり巨乳気になってました。あ、私はですね、フォークをやるとき、うんうん、特にディアンヌと会話するときは、その見上げてる感は大事にしてます。あ、そうだよね。目線が、うんうん、まあ、もちろんメリオダスとかエリザベスちゃんと話すときも、うんうん、こう見上げてる感は意識してるんですけど、うん、特にディアンヌと話すときは、うんうん、こう4階建てだから かけないと届かないだろうなと思って、ね、いつもてめーって結構叫んでくれてる。結構叫んで会話してますね。ディアンヌと喋った後ホク声ガラガラだし、ごめんと思って。そう大丈夫。嘘、何、見えない何かに殴られた。違う、椅子に頭をつけた。なるほどね。見上げたら椅子に頭をぶつけたの。そっか、椅子が悪い、それは。椅子が悪いよ。椅子。